女子 100m で県の中学生記録を持つ神鍋西中学校の三好美和さん、全国大会をかけて試合に挑みます。神鍋西中学校2年生三好美和選手、去年9月 U16 広島県大会で県の中学記録を5年ぶりに塗り替えました。10月には全国大会となる U16 陸上で優勝。今年も活躍が期待される注目のアスリートです。三好選手は21日全日本中学校陸上を目指し県大会に臨みました。これまでの大会では追い風の影響で参考記録となり、全日本の参加標準記録を突破していなかった三好選手、しかし予選から堂々の走りを見せます。12秒09で広島県記録を更新、参加標準記録も突破します。迎えた決勝、1年生の時から目標としてきた11秒台のタイムをマークするのか期待が高まります。三好選手は得意のスタートから飛び出します。中盤でさらに加速、他の選手をぐんぐんと引き離しゴールへ。記録が注目されます。フィニッシュタイムを注目しましょう。タイムはなんと11秒89、予選のタイムを 0.2 秒縮め、再び広島県記録を更新。文句なしの強さで全日本中学校陸上の出場を決めました。レース後、三好選手に話を聞きました。今日のレース振り返っていかがですか？予選がちょっと力が入っちゃって思うような走りができなかったんですけど、決勝で先生に力抜いて頑張ってこいって言われて頑張れたと思います。11秒89っていうタイムを見た時はどうでしたか？今年 の, 目標が11秒8台を出すってことなので、目標をクリアというか、全中に向けて明るい未来が見える気がしてとても嬉しかったです。来月全中控えてると思うんですけど、改めて意気込みをお願いします。11秒8台を出して優勝したいです。